生と申します。僕はですね、ワンワールドのビジネスクラスにて399日間の51カ国の世界一周を達成しています。まあ、トータルで海外は60カ国、旅行しています。で、世界一周した際にですね、この写真と名言を用いて本の出版もしています。よければね、この安らぎの絶景癒しの名言という本を木村聖という名前で出しているので見てください。またですね、ノートというツールを使って、まあ、一般人がどうしたらこの本を2冊も出せたかっていう、商業出版の方法について書いているので、気になる方は見に来てください。それでは行ってみましょう。改めまして、聖と申します。世界一周39カ国目、ミャンマー編をお伝えしていきたいと思います。前回はね、中国に来ました。で、中国のラウンジから移動します。まず、ファーストクラスラウンジって、ファーストクラスじゃないんですけどね、ファーストクラスラウンジっていうラウンジを利用しますね。ここで良かったのは、夜にね、カップラーメンとかがあったのがありがたかったですね。やっぱ日本人ね、ラーメン好きなんでね。まあ、これは中国、韓国のラーメンですよね。辛ラーメンあったりとして。ラーメン食べてエネルギー補給しましたね。お茶もあるんでね、ありがたいですよね。アジア圏旅するのはね、食が合うんでね、やっぱり楽でいいですね。はい。で、また経由でね、クアラルンプール、マレーシアのね、空港を利用します。ここね、2回目ですね、ウェルネススパ、トータル5回ぐらい利用するんですけど、シャワーも借りられて最高でした。はい、ここね、ほんとね、お世話になってるんですよね。で、食べ物もね、こう野菜もあって、焼きそばみたいのもあって言うことないです。で、ヤンゴンっていうね、ミャンマーの首都に移動してきました。で、宿がね、ヤマトミトリーゲストハウスっていうところに泊まりました。ここはね、もともと日本人のオーナーがやられてたってことで、だから評判が良かったんですよ。でも行った時はもうその方いなくてですね、ただこの宿がすごいのが、ヤンゴン、1早い爆速の Wi-Fi を備えてるっていうのを売りにしてたみたいで、めちゃくちゃ早いんですよね。なので日本のね、起業家のサラリーマンの方とかが結構泊まりに来てました。これヤンゴン周辺ですね。めちゃめちゃ車大渋滞ですよね。こんなとこを過ごした感じですね。はい、でこちら宿ですね。でね、やっぱ治安がちょっとあれなんで、ちゃんと警備員とか行ってね、警備員とかいてくれるんで安心です。で、中入るとめちゃめちゃ綺麗なんですよ。こんな感じです。誰一人ね、日本語話せなかったんですけど、僕ね、多分世界アジアの中でもね、ミャンマーの人が一番親切でしたね。やっぱ仏教国で、まだね、発展途上の段階なので、めちゃくちゃ仏教、なんだろう、人に親切だなっていうのはすごく感じました。日本人に近い感覚ね、僕が道を尋ねた時もめちゃめちゃ細かくね、教えてくれましたね。結構ね、海外だと、ここどこで、どうやって行ったらいいって聞くと、結構適当にあっちの方だよとかって答える人が多いんですよね。日本人は丁寧に答えるんですけど、ただね、このミャンマーに関しては、ほんと丁寧に教えてくれる人が多くてびっくりしましたね。で、タイもね、親切だって聞くんですけどね、タイはちょっともう文明が発展してきてて、そこまで親切かなっていう感じは、僕の中ではありましたね。あとタクシーとかね、平気でお金騙してくる人も多かったんで、ちょっとイメージは悪いんですけど、ミャンマーの人は本当親切でしたね。はい。で、中はこんな感じですね。このね、ドミトリーだったんですけど、僕以外ね、お客さんいなかったんで、僕、男性部屋なんですけど、僕一人でここをね、利用させてもらいました。はい。で、翌日ですね、なんか女性の方がね、一人旅で来てる子が来て、その子と一緒にね、行動していくことになります。そういう出会いも面白いですよね。たまたまあのホテルに泊まって、しかも英語も話せなくてね、短期旅行で来てるんですけど、ミャンマーを選んだってことでね、年も近かったんで意気投合して一緒に旅していきますね。はい。で、ヤンゴンで有名なのがこうシュエダゴンパコダっていうとこですね。この仏塔なんですけど、約2500年前に門族の兄弟がインドを訪れた際に、ブッダが悟りを開いたとの情を得て、ブッダと面会した際に譲り受けた8本の紙を持ち帰って門族の王へと授けられたとこが始まるそうですね。これとにかくね、シュエダゴンパコダめちゃめちゃ綺麗なんですよ。やっぱヤンゴン来たらここに行くべきっていうか、一番大きいねパコダなんで、これです。めちゃめちゃ輝いててね、もう観光地化されてるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。このような感じですね。とにかく歩いててもね、本当にきらびやかでね、見るとこいっぱいあって楽しい雰囲気です。観光客だらけなんですけどね。で、これ足組みもされてるとこなんですけど、それでも綺麗ですよね、このような感じで。で、夜行くのがね、やっぱおすすめですね、このライトアップで。で、宿に泊まってるね、日本人の企業、ビジネスマンにね、このインターナショナルホテルのバーから、シュエダゴンパコダ見るとめちゃめちゃ綺麗だよと教えてもらえたんで、ここに行ってみました。こんな感じです。めちゃめちゃ綺麗ですよね。真っ暗の中に輝いてる塔が見えるんですよね。うん、こういう情報もね、現地で出会うからこそ教えてもらいました。あとね、チャウッターシジパコダっていうところがあります。ここはお釈迦様が寝ているところの仏像ですね。ミャンマーで4番目に大きかったのかな。はい。ミャンマー4番目の大きさと言われているそうですね。はい。この寝ているのはね、タイでも見るんですけれども、とにかく大きいです。横たわってますね、お釈迦様が。で、この足にね、なんかいろいろ書かれてるって言われてますね。はい。こんな感じで観光するとこはね、ヤンゴンはいっぱいあります。次にスーレーパコダってとこですね。ここもね、宿から近かったに行ってみました。ただね、ちょっと中には行ってないですね。どっから見ただけです。まあ、メインのね、シュエダゴンパコダ見たらいいかなという感じはしますね。次に唯一のね、キリストの教会があったんで、セントメアリーズ大聖堂ってとこあったね、行ってみました。なんかね、ずっとね、仏教国にいたんで、久しぶりに教会見るのは楽しかったですね。はい、こんな感じです。はい、で次にね、宿の人に教えてもらった、これも良かったですね。ポークカレーがここのミャンマー一美味しいから食べてこいって言われて、本当に行ったら本当に美味しかったですね。うん、こういうね、やっぱね、宿で実際旅してる人たちがおすすめするね、料理って絶対外さないんでね、いいですよね。これです。ポークマンゴーカレーだそうです。美味しかったです。はい、で次に移動するのがですね、ゴールデンロックです。これ多分ね、見たことある人多いと思います。めちゃくちゃ綺麗で、ね、いいとこですよ。
落ちそうで落ちてない石岩というか、はい、ヤンゴンからバスで移動していきますね。ミャンマーはね、バスで移動すること、飛行機で移動もできるんですけど、バスを利用して移動することが多いです。そのね、何十時間って走ってくれるバスがいっぱい出てるんでね、ヤンゴンからこのゴールデンロックがある街に移動します。これですね。で、僕ね、1日目行った時もね、この霧だらけで全く見えなかったんですよね。これでもう本当は帰る予定だったんですけど、どうしようかなと思って急遽延泊してですね、もう1日翌朝行きました。そしたらね、天気も晴れてこんな感じです。1日目行った時は真っ白で何も見えなかったんですけど、2日目行ったらこんな晴れててね。はい、こんな景色が良かったんですよね。山の上の方にあるので。で、これです、ゴールデンロック。綺麗ですよね。はい、これ落ちそうで落ちない岩なんですよね。うん、なのでゴールデンロックって言われてます。はい、で、これはですね、これ子供たち寝てて可愛いですよね。ちゃんとお行儀がよく寝てて思わず撮ってしまいました。で、これゴールデンロックですね。ここね、近くに実際入れるのは男性だけなんですよね。女性禁止となってました。これ本当、なんで落ちないんだろうって不思議なんですよね。はい、こんな感じでいろんな角度から撮ってきますね。その周りも絶景ですしね、山の上まで登っていくのにバスでね、別料金なんですけど、それも結構ね、ジェットコースターのように迫力あるんですけど、それ頂上着くとこんな感じでね、本当に落ちそうで落ちないんだなっていう感じで見てました。これ下から見た感じですね。とにかく落ちないんですよ。でね、ここに一人でね、回ってる時に面白かったのが、この辺にこの子たちですね、この皆さんゲイの方々で、僕が出た時写真撮ってくれるって言って撮ってもらう、撮ろうとした時になんかもう手とか握られてね、撮って撮ってってキャッキャされててね、そういう経験ってあんまりしないんで面白かったですね。はいはい、で次に向かうのはバガンですね。このゴールデンロックからまたバスでね、長距離移動するんですけど、バガン遺跡に移動していきます。はいね、バガン遺跡は世界三大仏教遺跡の一つですね。前回ボロブルドゥール遺跡とアンコールワットですね、カンボジアのアンコールワット、インドネシアのボロブルドゥール遺跡に行ってたので、このバガン遺跡でね、全部行きました。はい、でまずね、サンライズから行きます。こんな感じでバガンはね、いろんなところにね、こういう塔が、仏塔がいっぱい立ってるんですよね。こんな感じですね、見えないですけど、今ねまだ朝日で上がってくるとかね、見えないですけど、あっちこっちにあるんですよ。とにかく広大です。で、朝日昇る瞬間、こう皆さん早く早起きして待ってますね、いろんな塔に登ってね。で、こっちはバガンの夕日ですね。こんな感じであちこちにありますね。こういった感じで観光客の方ね、待ってます。たくさんいます、観光客が、このバガンにはね。はい、こんな感じです。綺麗ですよね。夕日が沈む瞬間、ほんとうっとりしますね。これで、ね、時期がいいとね、気球も上がるんでね、気球とね、このパゴダがね、めちゃめちゃ映えるんでね、そういう時期をちゃんと狙っていくといいのかなと思いました。僕が行った時はちょっと気球がね、上がらないっていうか、まだ観光客少ない時期だったんで上がらなかったんですよね。はい、で翌日はね、バガンに来て E バイクであちこち観光しまった。 E バイクっていうのがね、電気で走る、バイクですね。はい、で僕が泊まってたの、日本ペラペラのね、おじさんがいる宿だったんで、その方がね、目の前でバイク借りてきてくれて、それ借りていきましたね。で、この時もね、ヤンゴンで出会った女性の方と一緒に旅してたんで、二人でバイク乗りながら回っていきます。僕、バイクね、普段日本では乗らなかったんで、なんか、躊躇するかなと思ったんですけど、いいバイクはめちゃくちゃ簡単ですね。誰でも乗れると思います。はい、で、これお土産屋さんとかこういうとこですね。とにかくね、パコダがめちゃくちゃたくさんあるんでね、ほんとね、ま、見るとこはいっぱいあります。で、バガンで有名なのがこのアーナンダ寺院っていうパコダですね。はい、第3代のチャンシッタ王が1105年に建立した寺院だそうですね。で、聖域に安置された4体の仏像が有名なんですよね。うん、ここです。まあ、すぐ有名でね、人がいっぱいいるんで、すぐわかると思います。これが1体目ですね。はい、こちら2体目です。はい、こちら3体目ですね。で、こちら4体目ですね。ここが多分一番でかいとされてますね。他にね、シェンサードパコダですね。夕日が綺麗に見られる場所で有名だったんですけど、僕がいた時ちょっと工事してて登れなかったですね。ちょっと残念ですけど、他のね、パコダでも全然登れるんで、そちらでいいと思います。こっちがね、川沿いにあるパコダで有名なとこですね。この向こう川です。はい。で、あとはね、もう名前もわからないパコダいっぱいあってね、あちこちをこうやって撮っていきますね。バガン遺跡楽しいですよ。本当にね、街中があるしね、バイク簡単にどこでも借りられるんで、それを借りてね、あちこち回れるので。ただね、調子に乗ってスピード出したりとかこけたりするんで、そこだけ気をつけてもらえれば。本当これ全部パコダなんですよ。かっこいいですよね。こんな大きいのもあれば。いっぱいあるんですよね。とにかくいっぱいあります。はい、こちらもね、いろんなパコダです。でかいです。とにかく大きいパコダがあったり、小さいのから。たくさん出てきますね。これもパコダって、この山の上の方にもありますよね。すごいですよね。やっぱミャンマーといったら僕の中ではババン遺跡だったかな。で、こう街を走ってるとね、こういうお土産屋さんも出てたりして面白いですよ。はい、こういう感じでバガンの反応していきます。で、バガンにここに行った時にね、いろんな日本人の方に出会ってたんで、日本語がね、喋れるオーナーの宿に泊まってたんです。そこにね、旅をしてきてる人たちがいました。で、この後にね、一人、女性の方とはここでお別れしちゃうんですけれども、一人出会う方いますね。
はい、その方とこの核遺跡というところに行きます。まあインデーコの方に移動したんですけど、今度はミャンマーの国の東側ですね、そちらに移動しました。でこの核遺跡は何がすごいっていうのは、まだ2000年に、ね、解放されたばっかりなんですよ、外国人旅行者に。だから地元にしか行けない場所にあったんですけど、2400基ものね仏塔が並ぶとこなんですよね。これすごいです。で僕が知ったのは、実はこの時にもう本の出版が決まっててですね、3社ぐらいからオファーいただいたんですよね。でそのうちの1社の方と面談してる時に、このミャンマーのここいいから行ってきてって教えてくださったんですよね。その情報なんですよ。 ただそこからは出版できなしてないんですけれども、そこから1社選ぶってことだったんで、違うとこから出版させていただいたんですけど、この方教えてくれて行ってきましたね。まだ2000年に解放されたばっかりです。これですね、ここのね、ガイドさん雇わないといけないんですけど、現地でねこのタクシーの人に頼めばガイドさんを雇ってくれるんですよね。でガイドさん雇って、現地のガイドさんがいないと入れないところです。こうやってね、そのガイドさんがこうやって水に反射するとかっこいいよと教えてくれて撮ってみました。でガイドしてくれたのは17歳の子なんですよね。この子英語ペラペラなんですよね。英語のガイドだったんですけど、偉いですよね。英語も話せて。うん、これから未来がね、期待できますよね。はい、こんな感じですね。こういうかっこいい席をね、とにかく近くで見てもめちゃめちゃかっこいいです。こんな感じで。ここはぜひ行ってもらいたいですね。インレイコというところのね、近くなんで、バガンとはちょっと反対側でね、バス移動するの結構長時間なんですけれども、やっぱりね、ミャンマーはね、結構10日間ぐらい、余裕を持ってこないと結構旅はしきれないですね。移動のね時間が結構取られてしまうので、ただねミャンマーあちこちにね見どころなところがあるんで、ぜひゆっくり観光してもらいたいです。ここで一個一個見てても堀がねしっかりしてて見どころ満載なんですよね。はい、しかもまだ開放されたばっかりなんでね、これからねどん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 と観光客が増えていくだろうと言われてたとこでした。はい、で翌日はインレイコっていうところに行きます。インレイコねツアーに行くしました。僕日本人一人で、この時はもう外国人ばっかりでしたね。で正直周りの子は 20代の外国人ばっかりで、僕が一人30代だったんで、ちょっと浮いてた感じなんですけど、英語も話せないしね、一人ポツンとしたんですけど、なんか日本語が好きな子がいて、その子はちょこちょこ話しかけてくれてましたね。でインレイコのツアーに行って、まずこれですね、ここのおじさんがねこういうパフォーマンスしてくれてましたね。っていうか、まあ、この後チップを要求されるんですけど、こういうイベントもあったり。これがインレイコです。ここでね皆さん生活されてたり漁業されてたりするんですよね。はい、でこれ反対側で旅してる子たちですね。でこんな感じでね水の上にね家が建ってるんですよね。はい、これ地元の子ですね。こういう船も操ってね、生活してるんですよね。で、地元の人が利用する朝市のマーケットに連れてってもらいました。こんな感じです。こんな感じですね。ほんとお魚とか取れたのをその場で売ってるんですよね。こういう市場とかもありました。なかなかね、こういうとこって普段行けないんでね、いいですよね。であと、ここはお土産屋さんですけどね、葉っぱで巻いてタバコが売ってたりとか、置物が売ってたりとかしてましたね。あと、織物工場ですかね。こういうのも見学させてくれましたね。日本人にとってはなんかどこか懐かしい雰囲気はありますよね。はい、で次ミニ滑空遺跡って、さっきのね行ってきた滑空遺跡のミニバージョンがあるところに行ってくれましたね。はい、ミニバージョンで正式な名前はあると思うんですけど、同じようなこう仏塔がねめっちゃ立ってますね。はい、あと鉄製工場とかこういうところも見せてくれてます。でこれがね滞在中のミャンマーで食べてたご飯ですね。もう主にねフライドライスとかねフライドヌードルも焼きそばとかチャーハンが多いんですけどね。あと現地料理とかもこういただいて、はい、アジアを満喫しましたね。はい、こんな感じです。はい、以上で世界一周39カ国目ミャンマー編をお伝えします。お伝えしました。